お待ちしておりまして、そなた。い,いえ、ここは、絵にしの結び手と呼ぶべきでしょう。うふっ。とぼけないでくださいませ。ほたるさん、かりんさん、ともさん、かこさんと来て、次は、わたくしなのでしょう。 六月の花嫁衣装に連なる絵虫の話でして、詳細は、そなたが持つ企画書にて、不思議な力など使ってはおりませぬ。そうであればいいと思っただけのこと。千尋さんにも、 ヒントをもらいまして、今回のお仕事は私がずっと気になっていた内容であると聞きました。それ以降打ち合わせの時を今か今かと待ちわびており、白むくか、それともドレスか。 夢は大きく広がるばかり。花嫁衣装で皆の幸せをどう祈るべきかと、今も胸が高鳴っておりまして。おやそなたどうしましたほほう。ウェディングにおいては、 幸せを願い、祈られるのは、花嫁であると。つまり、私なのでして。ふふ。あちらでパシャリー。こちらでパシャリー。ウェディングフォトとは、せわしなくも、 楽しきものでして。今は、しばしの休息を。結婚式とは、主役二人の今を祝い、未来の幸せを祈るもの。自分が、祈られる場に立つのは、なんとも不思議でして。 であればこそ、今は花嫁である、私自身の幸福にも、目を向けておりました。そして、気づいたのですよ。スタッフも、皆笑顔である今が、大層心地よく、そして、 絵にしをつなぎ、この場を作り出したのは、そなたなのでして、そなたがプロデュースした場、その中心に私がいて、皆の幸せを眺める。そんな今が、誠に幸福なのでして、 ならば、花嫁の笑顔は、私に幸せを届けた、そなたに向けるのが道りでしょう。とくと、見つめてくださいませ。ちょうど、休憩も終わろうというもの。そなたと、私。 手と手をつなぎ、幸せの真ん中へと、共に歩んでいきましょう。